乗れんのかいってね。しゃあなしよう。よいしょ。無理か。なんかまた上にありそうじゃねって思ってさ。行きたかったけど。よいしょ。行けた行けた。よーし、ナイス。で、これで、こちら側行くと、あー、ちょっと待ってー、危ねえ。ここは降りていこう。危ない危ない。怖い怖い、ほんま。なんかあんじゃねえと思ってさ。あ、そこから行けるのか。あ、そうか。わかった。それはわかった。あの上なんかあったりするのかなと思って。気になったけど、無理だ、これ。行けんわ。滑り落ちるだけやわ、これ、ここ。ということは、行くしかないのか、先にね。あと一回試して、無理なんであれば、別のとこからも行ってみようか。ほら、やっぱな、変になるわ、ここ、ほら。そういうこっちゃ。この先には行けませんよ、いうね、ことっすね、これはね、完全にね。よし。じゃあ、ここは終わったと思うんで、終わったと思うんで、ほんまに。終わってなければショックだわ。どこだったっけな、今あったの。上、こっちこっち。もう46万やぞ。46万やぞ。貯めてきた方がいいレベルの量になっていけんぞ。上ね、行ってますよね。OK、ならいいんだ。いや、何や、怖い、いや、怖い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 、いやだ。オッケー、ナイス。ふう、あっせろ、ほんま。こうわ、ほんま。痛い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 。怖っ。強いわ。だー。モーションじゃねえ。センサーしてんじゃねえな。いや、こういうのいるんかよ。怖っ。ちゃんと見ていった方がいいやつや、これなら。なんや。びっくりしたわ。お前らかい。やりにくい。ちょっと怖く怖く、久しぶりすぎてやり方を忘れている。もう、ほら、ま、ちょっと邪魔やねん、もう、こっち来んな。いや、まだ生きてた。マジでか。マジでかってなった、ほんま。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。焦った、ほんま。いや、焦った、ほんま。こいつらいたんか。きついわ、それは。いや、めっちゃいる。ちょっと、いっぱいいるところはね、解禁するって言ってん。めっちゃいたから解禁するわ、ここだけ。ほら、こんなにいんねん。やばいやろ、これ。ははははは。嘘！まだいとん！まだ生きとんってなる。これは必要。痛ーい！うわぁ！うわぁってなるわ。こんばーならま、こんな。いや、向こう側にもいんのか。あった！あー、八郎さん、あ、いたい、しる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 。あ、こわ。いや、怖い。もういや。満身創痍。
お、届く、助かる。届くのは助かる。嘘、届かんのかい。いや、どっちなんだいって。よし、届かんのかい。いや、届かんのかい。届かんのかい。いや、マジで届かんのかいってな。いや、届くんかい。どっちやねん、マジも。痛い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 。怖いわ、ほんま、こいつら。いや、嫌いすぎる。ここら辺もちゃんと探索したいからな。いや、いるな。あ、いた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 。もう例のやつ出すなし。オッケー、ライス。怖い怖い。ちょっとこっちちゃんと見とこうかなと思ってさ、思ってきたわけなんだが、こっちか？いや、違うよな。だよな。あれ？ここどこだ？ここどこだって分かってはいるやん。今見たやん。大丈夫かよって話よな。ほんま。あ、動物な。え？は？え？いや、なんかあった。終わったと思っていた。が、何かあったようです、まだ。いや、それかい。いや、それかいって。獣の巣のかいって話なんよ。そういったものを宝箱に入れる意味がわからん。うん。本当にわからん、俺には。何かあろうと思うやん。思わせぶりなんよ。ほんまにさ。ま、終わったな、ここは。お、何かあるな。おう、なるほど。初見のエリアは入念に見ていく。っていうね。入念にとは、ってね、言われざるを得ない感じもするが、俺の中ではね。ほんまにな。怖いな。こっちにしとこう。近いかい。何やねんってな、お前。ダイナモ。投げてくれなし。何、何の音、うわあ、来た、怖いのも。あ、イノシシかい。はぁ、あ、ちょっとびっくりするわ、音によ。やめんかい。こらってな、お前。イノシシやめて、逆襲されるから、俺よ。イノシシはやっていく。かげる。なんだこっち。なってるところあるよ。あっぶな。ほんやろほんま。お、やった。じゃあなんも。で、ここどこだ？あー！こっちからも行けたんや。それは初見だ。それは初見だ。ってなった。いや、なんか上あんじゃね？ワンちゃん。ないっすね。オッケー。じゃあ行こう。弓矢にいられるのがオチやからね。あそこの、ここの、エリアは。行った方がいい。なるほど。よし、じゃあね、奥の方入っていきましょうか。念願の。
いるな、まだ。オッケー。あー、これ、セーフ。ヒヤッとするやつ、ほんま。うん、もういないよね。いないでいいよ。いるんかーい。よいしょー。お疲れ様です。いるんかーい。どっちも当たらんっていうな、ことになってるよな。もう、めんどくせえな、お前は。機敏な動きしやがって、毎回。お、やった、助かる。で、これ取っとく。腐敗ね、腐敗の血ね。なんか、あの上なんかあったよな、さっき。遠目になんかあるよな、とは思ってたんだ。ちょっと行ってみようか。ここ、ここ。ちょっと怖いな。動き出しそう。ほら！動き出すやつおるやん。あれ、くらまんのか。え？オッケーオッケー。いや、ちょー、いる、来てる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 、ちょ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 、なんだ、なんだ、なんだ、あ、もう怖い。危ない、あ、それやった。助かる。よーし。ふぅ。いや、もう50万やいってるよ。やばいよ。またレベル上げちゃえる量いっちゃってるよ。怖っ。なんかある。なんだ？おっと、白森ガラスの黒羽。いや、黒羽鎧。黒羽鎧かな。どっちやろな。青みを帯びた石の銅鎧。白森ガラスを模した防具の一つ。死の鳥の黒羽をマントとしてまとい、ジャンプ攻撃が強化される。へぇー、そんなことできるようになるんや。ジャンプ攻撃強化されるの結構多いよな。しかも強靭も削るわけやん、ジャンプ攻撃って。結構よくね。白森ガラスは古いゴーレムであり、あらゆる死の流れ着く場所、霊母の番人として作られたという。やっぱカラスやからな。それがちょっとモチーフになってんのかなっていうね。か、象徴としてさ、あるやん。墓によくいるみたいな、そんな感じのさ。で、あとは、ないっすね。オッケーオッケー。なんかあるなと思ってたから、来て正解だ。よかった。助かった。よし、じゃあ先進めていこう。飲むべきではないかなとは思ったけど、ん？気のせいか。来ましたね。こちら側についに念願の場所にね。ようやく来れたね。だからちゃんと見ていこうという気になっている。誰もいないよね。それが不安。一気にタクナコリにされて終わる未来が見えるからな、ここら辺ほんま。怖いよほんま。いるな、なんか。あ、これは、動物かい。わかりにくいね。ターゲットできるのに、やめてもらっていいですか？やめてもらっていいですか、動物たちを。いや、なんかあった。んで、ここで休憩をしてはいけない。ちゃんと探索するんであれば、先に見に行くべき。何かあるかな。違うな。え？こちら側なんか行けるが、ちょっと行ってみようか。
2箇所行けるとこあんのか、もしかしてこれ。やばい。ちょっと変なことをしたな。ちゃんと、縁から見ていこう。縁とは？え？いやーいやーってなるわ、お前。危なっ！嘘！え、何が起きました？それもう邪魔やなこの木。ええ加減せよ、ほんま。あれ？なんか違うやつ飲んどるし、ほんま。間違えとるし、ほんま。痛いな。痛い、もう。まいったらいかん。まいったらあかんねん、こいつ。オッケー、ナイスナイスナイス。終わったかな、ようやく。さっきはほんと、やりにくいところにいたからな、まったく。よーし、回復するのはナイス。向こうに行ってはいけない。まず先にこちら側や。うん。この上も何かいけるな。さっき上に行って見てみるか。何かあるか。ん？あ、違う違う。あります何か。ないっすね。オッケーオッケー。うん。狭いところから潰していくに限る。何かありそう。これは何かありそう。と思うやん。何もなかった。いや、ワンちゃんの上の方に何かあるかもしれんな。思ったけども。どうなんやろ。何もねえな。お何もねえな。落ちるだけ。危ない危ない。こわほんま。え、ここ何のためにあるのかな？っていうことになりだしているが。クマがいただけ？マジで？そんなエリアなの？うん。ないな、なんも。マジか。いや、ガリガリ寄っとんな、また。ちょっとあいつは嫌かな。やりたくねえかな。でも、ガリガリしてるところのところらへんに何かアイテムありそうだよな。そんな予感がすごいする。まあ、ちょっと一度行ってみるか。あれやな、あれだな。いや、バレたー！やるつもりないっす、今。マジでないっす。うわぁ。気づかれそうになってる。怖い怖い。セーフセーフ。ここまではこれ、まあ。戻るのも嫌だな。怖いな。来てるな。行きたかったとこになんとか来れてんな。なんとか。うん。一度見たおかげで、俺の芋づる式に生きてるだけなんやけど。うん。マジでそれな。何かあるかなと思ってさ。先に、外側から埋めていってるけど、何かあんのかな、そもそも。なんもないっすね、これは。ないのか、マジか。だいたい一個くらいなんかあるやんか、いつも。何もないのか、あれ。何もないと言うのかい。死んだ。いや。どうしてんやつ、言わんといてもらって。怖い怖い。なんかいた。なんかいたかいな。うん。何もねえな。
怖いな。お、なんかありますね、これはね。なんだ？なんかアイテムがある。取っとこう。痛いなぁ。こいつ出撃属性を持ちか。こう人っぽい感じやし。オッケー。これで。やっとくよね。俺の足か。足音か。なんや。オッケー。怖いな。いるな。オッケー。ナイスナイス。イノシシだらけやな。めっちゃでっかいのいる。めっちゃ怖い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 。ちょっとお前は来んでいい。お前は来んでいい。怖すぎてやべ。オッケー。飛んでるのは怖い。飛んでるのは怖いってなる。うん。飛んでなければ、ああ、サソリねーってなって。ん？いやー、上にもいる。怖っ。あれ？あ、ちゃうちゃうちゃう。やってる前か、もうちょ。何やったのよ、さっきからあんま。何やった、もう。めんどくさいこと起きてる。よーし、ナイスナイス。あれ？ちょっと待て。オッケー。いいね。いた、え、まだいてた。マジかい。きっついな、もう。移動しすぎ、横に。カニかよ。サソリの癖してよ。サソリの癖してよ。まったくよ。カニかよってやるよ。まあ、タラバーかよ。なるよ。この上登ってくると。そして、何かあんのかなと思ってた。こんなにいっぱいいたわけやし、何かあんのかなと思って、登ってきたわけやけど、なんもないんかよ。そんなことある？何か守ってんちゃうのって思うやん。ないんだよな、これが。この辺りちょっと見ていこう。お、なんかあった。よかった、見て。お、大坪市の製法所 ?8?8 ね。ほう ?8 ね。大坪？何？大工？ちょっとクソ坪かな？これそんな感じかな？なるほど。これが作れるようになって、んで、こういう中に何か、いたりして、何かいたりして、って思って、行けばいるが、いないな。この感じな。うん。何もいなさそうだな、これは。いや、何かいる！何これ！なんかでっかいやついるし。これ、あ、呼べるっつうことは、何かある、何かあるぞ、これ。怖い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 。ふーってなる、ほんま、これは。よーし、やりに行こうか。レナラ、レナラー。
ルガリア、ルガリアね。もう、いや何それ、そんな行動あんの、やばいって、やばいって、あい、いやー無理やった、あっちゃ、あっ怖い、あー怖い、いや死ぬ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 、あー怖い怖い怖い、痛い痛い、お手、ちょっとお手された。お手で、地名取られた。お手ってなったら、顔、じ、ぐわーって、来る感じの。静け、静けのだてだ、エルガリアやの、ほんまよ。いや、ここからかよ。先に行くか、こっち。うん。で、ルガリアのところに行く、みたいな、形でいいんちゃうかなって。ここにあったやな。見えとったで。完全に見えとったでっていう話だよ。いやー、予想外だわ。この中に入ってから、戻って。いろいろやっていこう。サソリ川の地下を。サソリ川ねー。ルガリアのとこまで行くのちょっと一苦労だな。どこからでも、一応ここね、やっときましょう。そういうことですね。レベル上げれる量あったやん、さっき。やばくね、それ。よし、ちょっと戻ります。地下を来たんで。え、嘘？当たってないんかよ。めんどくせえな。よいしょ。どうよ。いや、なんでやねん、だから当たれよ。いや、ほんま当たれよってなるよ、お前。あっつ。オッケー、痛い、ねっ、おー、ブエードゥーン、あざーせの、うん、あたー、やばー、あー、わー、ナイス、痛い、危ない、怖いな、痛い、うん、あいつ、うわー、痛い、やば、痛いな、もう勝てそうなのに勝たせて、よいしょ、よっしゃー、さらば、おし、俺の勝利。俺の勝利、ありがとうございました、ルガリア様。いや、すげえ、来た。ルガリアの方向、ゴー、さっきのあれやつか。さっきのあれか。そういうことやな、祈祷やろなと思った。うん。おぬが姿を、大赤熊となし、激しく方向する。進行14でいけんねや。俗に、なんだ、クバニエ、と呼ばれる人、大赤熊ルガリアの力を振るう技、おぬが姿を、大赤熊、大石、いや、大赤熊でいいよ。激しく方向する。試しより強化される。竜にえよりも、スミウドの神下ろしに近い技。偉大なる野生との人、野生との人、その先にこそ、おぬだけの神を見出すのだ。偉大なる野生とのストーカー。サバイバル能力鍛えられそうやな。ふぅ、焦った。
こん、あ、さっきの熊の伏線はここやったか。いろいろいるなとは思っていたけども。お、なんかあった。ナイス。おっと？お？誉れ。誉れ？ちょっと待って。誉れってさ、ゴーストオブツシマじゃねえの？で、なんとなく思ってしまったところあるが。ちょっと川ね。川ね。オッケーオッケー。ちょっと誉れが気になった。うん。高知の戦士たちの伝統的な装束。布を編み込んだ鎧に毛布を重ね、赤、青と赤、二枚の柄布をまとったもの。熊の狩人の特に秀でた誉れに対し、その赤い柄布が与えられたという。ほう。で、川の頭角は、高知の戦士たちの頭角、細く編んだ革紐を巻いたもの。垂らした白布は故郷の不調である。高知の戦士たちは、いや、戦士はね、熊の狩人である。強大な獣に挑むのは彼らの誉れなのだ。おお、そうなんやね。誉れな。誉れなんやね。なんか誉れと聞くと、ゴーストウツシも思い出すっすね。話なんだが。でもそれは別のね、会社なんで違うんだろうね。きっとね。こんなとこにあったか。そっか。来てよかった。来てよかった。ワンチャン。お、これ、来てなかったら忘れてるところやね。こんなんあるなんて知らずに終わってる可能性大。もうちょっと見た方がいいな。ん？なんだあった？なんかあった？なんだこれ？なんだ？ちょっと待って。ちょっと待ってって、ね。ちょっと待って。なんか反応しない。スローイングダガーかーい！いや、待ってー待ってーってなった、お前。ヒヤッとした、ほんま。あー、また来てたー、怖ー、怖ー、あー、また来て、痛ーい、ごめん。いや、まだ来てるー、怖い。